勝しました松井新薬師にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。大接戦での勝利でした。今のお気持ちから聞かせてください。いや本当に嬉しいです正直で、まずこの馬に騎乗依頼が来た時というのはどんなお気持ちでした？いや僕でいいのかなって最初思いましたね、はい、びっくりしました。そして今日レース騎乗しました。どんな背中でしたか？いや本当乗りやすそうで、はい、操縦性が、はい、じゃあレース振り返っていただきましょう。スタートから振り返ってみてください。どうでしたか？そうですね、ゲートも出たんで、はい、あの道中の折り合いを重視に行こうと思ってたんで、はい、馬なりで、はい、あの番手になりましたけど、直線は馬もそして松井ジョッキーも必死にというところでしたけど、直線どんなお気持ちでしたか？いやもう本当必死に追ってただけですゴールした時にはどうですか、勝ったというのは？そうですね、勝ったかなとは思ってました。そうですか、はい、昨年はこのレース花差で2着でした。今年は花差での勝利となりました。改めて喜びの声を聞かせてください。そうですね、はい、去年も本当勝ったと思って帰ってきたら負けてたんで、はい、いや本当に勝ててよかったです。はい、それではファンの皆様に最後メッセージお願いいたします。このままもっともっと走れると思うので、これからも応援よろしくお願いします。松井新薬師でした。おめでとうございました。